津毛の高等学校は愛知県新城市にある私立の全寮制高等学校。1990年津毛の高校設立準備委員会が発足し、中等教育の場から締め出されていく子どもたちに手を差し伸べてあげられる学校づくりを目指し市民立の学校を作ろうという趣旨で市民に設立資金の募金を呼びかけて設立準備がスタートした。全国からの募金のほか。 岡本藤田、上条恒彦、佐藤宗幸、岸田京子、a 六スケラのタレント、有名人が、チャリティの公演、コンサートなどを開催して支援したが、1994年の開校には、設立資金が足りず、1995年4月、ようやく開校にこぎつけた。全寮制で、個性を尊重し、それを伸ばしていく教育を目指している。校舎は、 その全体が高いところから見ると疑問符の形を成している。全校生徒を対象として授業時間の枠を超えて実施。次の高校の周りから日本各地の大自然まで感動を求めてスケールの大きな学びを提供し生きる喜び、生きる力の獲得を狙いとしている。社会的応能力を身につけ人とつながる社会人、自立した青年を目指す。 授業の一環として、インターンシップを全校生と一斉に期間を設けて実施される。高校生の間に少なくとも3回は体験することになる。希望すれば、インターンシップ期間外でも体験が可能。NPO 法人アスクネット協力のもと実施。体験先職種としては飲食店や自動車関係、美容系、福祉施設や新聞社。 市役所など幅広い選択肢が用意されている。一年生を対象に労働体験を行っている。春にうるち米ともち米をたうえ、秋に稲刈り、収穫祭で新米やお餅を食す。さらに収穫したうるち米は学内に併設している食堂に収められ、生徒たちの食事として提供される。入学する生徒の約7割が不登校を経験しており、 一つの教室で一斉授業を展開することは困難である。そのため数学と英語では到達度に合わせてクラスを編成して授業を行っている。また生徒一人一人の学力と向き合って対応していくためにできるだけ少人数で授業を展開しており、授業の中で個別対応を大切にし、生徒たちが学習に取り掛かりやすいように理解が深まるように、 わかる、できる、経験が繰り返されるように援助する体制を整えている。また、学校設定科目、基礎学習を設定し、国語、数学、英語の三教科について、基礎的な内容を、自分のペースで学習する時間を設けて、内容を絞って取り組んでいる。地域とつながるをテーマに、全生徒が6つのチームに分かれて、実社会と関わり、本物と出会うことで、 社会人基礎力を身につけることを目的としている。2019年度時点のチームは、養鶏と経営、地域振興、ボランティア、消防団と防災、IT 情報発信、フェアトレードの6チームがある。両運営は、職員と生徒両自治会によって運営され、両自治会は、閣僚の生徒の中から寮長、副僚長、僚委員を選出して構成されている。 5月の自治会総会で、両自治会役員が選挙で選ばれる。日々の両生活の課題を共有し、生徒たちで話し合って解決していくことが求められている。また、その総会では必ずその年度の両ルールが提案され、承認を得ることになっている。両のルールは生徒たちで話し合って決める。閣僚のミーティングは毎週水曜日に全員参加で、行われ、両長、副僚長が司会。 進行を行う。ただし、強制ではなく最大限の納得を大切にという考え方をもとにしている。入学後、全員が相談室ガイダンスで実際にカウンセラーやドクターと顔を合わせ相談室の利用方法などを学ぶ。4人のカウンセラーを生徒の様子や課題に合わせて割り振り担当制で実施。不登校対応、親子関係、子供の進学について、 保護者も多く利用している。ありがとうございます。